弓は燃やす。風間のおじき、てめえ、もっといけねえ。お前キリュウ、キリュウ、あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。くっそ、はめられた。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。あれ、ここにあんだっけ。あいつはやんないのか。ちょうど葬式の最中でよかったな。ついでにこいつらの葬儀にもあげてやろうか。かかってこい。チンピラ50人倒した。お前やんないの。それ、葬式が増えちゃうね。こっから落とせないかな。死んだな、あれは。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ、カズマ。弓を、100億を頼む。行け。ここ何階なの。3階だよね、あれ。2階だっけ。足やっちまうな。葬儀会場から脱出しろ。よし、この灯籠をね、灯籠でぶん殴ってこう。灯籠軽々とぶん投げるよ、この人。死んだね。いでいで、こいつ落として、落としたい、落としてやる。これ落とせないかな。いていて、あの野郎。あ、いってらっしゃい。こいつも落としたな。あ、やっちゃった。まとめてやっちまえ。あ、やべ、壊れちゃった。ここにちょうどいいもんが。楽だなこれ。それいって、うわ、刺された。やべ、死ぬ死ぬ。危なかった。いった、あいつ先やろ。この野郎刺す。ちょっと強そうなの出てきたな。逃げ場はねえぞ。
ここで武器の出番ですよ。どうせ使ってみよう。ほら、かかってこい。この人人殺しました。安心しろ、峰打ちだ。誓って殺しはしていません。よし、いて。バチ当たりにも程があるな。それあの棺桶の中にセラさん入ってんでしょ。よし、こいつで終わりか。え、待て待て待て、なんで兄さんちゃっかりいんの。よし、どさくさに紛れて。この前よりチートだけマシになったみたいやの。まあ真面目の兄さん、ほんまは手出すつもりはなかったんやけどな。親父の命令じゃ仕方あらへん。俺がいかんと下のもんに示しがつかんからな。まあ、そうか。まあこんだけやれば十分やろ。お前と本気の喧嘩をするのはまた別の機会にお預けや。ほな、はよ行けや。外でごっつ偉い気合い入れてお前を待っとる人がおる。島野か。久々にあの人のフルパワーっちゅうやつを見られるかもしれん。せいぜい頑張れやキールちゃん。あ、そっか、島野とやんのかここで。いっぱいいるな。死ねー。心配ご無用、峰打ちでござる。終わりでーす。さあし、来たな。ここは通さへんで。いや、こいつ強えんだよな。ここがお前の墓場や。能力を強化しようか。カジキ砲。あれ？近いか。こいつひるまねえな。いて、いたいたいた。こいつ全然ひるまない。かったいな。スーパーアーマーか。いていていて。お薬ガン決まりして、いて、こいつダウンしねえな。よし、空振り誘って、あ、チャンスか。あれ、どうやってあれ出す？
話せ話せ。よし、大体パターン掴んだ。空振りさせて、やべ、話せ。こいつに打たせて、そうそう、ここで隙が出るから。おいでいで、お前分かってんな。それ普通のパンチ。あいつ、この野郎、誰のおかげだと思ってんだ。松茂、てめえもう一回言ってみろ。ここで階層入んだ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと。お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。そうか、部下に舐められてんのか。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだよな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな、しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。まあそうだね、まあこの時の錦には経験不足だったからね。部下に舐められてんだ。第4章出会い。あ、いよいよか。ここまでだ、観念しろ。くそ、ぶっ殺してやる。終わりだ。お、助かった。あの刑事ですね。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。ついに登場しましたね。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。伊達さんね。風間が？ああ、無事かどうかも今は
だが風間の言ってたその100億と弓、奴は何をお前に伝えようとしていた。わからない。そうか、伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か、あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。あらら。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。それはキリュウのせいではないな。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。そうだな。今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。お今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその弓って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前がムショに入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。まあ実際にいろんなお店が入れ替わり立ち替わりしたんだろうな。この店バッカスって言うんです。酒の神バッカスは海の神ネプチューンより多くの人間を溺れさせたとか。ワンピースでもバッカス出てくんね。じゃあレーナさんに会いに行けばいいのかな。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。あ、ごめんね。こっちか。アンテナついた携帯なんて久しぶり見たな。セレナへ向かえ。セレナか、まだ店があるかわからんが行ってみるか。お、早速。桐生一馬さんですか。誰。そうだが、お前は。自分、真島組の西田いうもんです。あ、西田。親父から桐生のおじきに伝言を預かってます。真島の兄さんから。はい、俺は今ミレニアムタワー前におる。近くを通ったら絶対見逃さへんで、と。ほう、わざわざ忠告してくれるとは、随分親切になったもんだな。それから、踊れの腕に自信ないんやったら、ドスやら鉄砲やらは持ち歩くなや、と。ん？え？ええか、絶対に武器の類は持ち歩くなや。絶対やぞ。以上が親父からの伝言です。ほな、失礼いたします。どういうことだ？自信がなかったら武器を持ち歩くな、だと？忠告にしちゃ妙だな。とにかくミレニアムタワー前には兄さんがいる。まあ、それなりの覚悟はしておこう。どうやってこの番号知った？そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？職質か。
って桐生ちゃんだと？何？何じゃないよ。兄さんじゃないか。何してんの？どや、驚いたやろ。まあな。それより何してるんだ？最近バットやドスモって暴れ回ってるやつがおるらしいで、それ兄さんだよね。それ兄さんのことじゃないのか。というわけで桐生ちゃん、早速危険物持ってないかチェックや。あ、それで武器持つなって言ったのか。俺も調べるのか。当たり前や。これ喧嘩するって流れか。俺の持ち物がどう関係があるって言うんだよ。いいから見せんか。やましいことでもあるか。あ、エッチなビデオでも持ってんのやろ。持ってねえよ。はあ、わかったよ。見せりゃいいんだろ、見せりゃ。あ、そうか、ここで武器持ってると捕まって戦闘になるのか。実は事前にね、もう全部武器しまってきたんですよ。これといって危なそうなものはもないな。エッチなビデオもないやん。だから俺は関係ねえって言ったろ。ちっ、つまらん。せっかく事前に子分に電話させてドスでも鉄砲でも持ってこい言うたのに、そんなことだろうと思ったよ。あいにくだが俺は捨て頃が好みでな、あんたみたいに武器は持ち歩かねえ。顔クソが、今回は見逃したる。まあ、なるほどね。じゃあ武器持ってきたら戦えんだ。10年ぶりのセレナか。いらっしゃい。久しぶりだな、レーナ。キリュウちゃん、変わってねえな。10年でしょ。いくつ？そうだったの、風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レイナ。おやっさんは俺に言った、ユミを頼むってな。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村ユミの妹ですって言ったわ。ユミに妹が？でも妹がいたことはユミちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね、そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど。そんないたんだ。去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。アレス。私はオープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。じゃあその水木っていう妹に。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ、そう、自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。そういうやつだよな、キリュウは。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。さっき言ったね。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。さっき伊達さんといたとこだ。バッカスへ向かえ。
アジトが使えるようになった。アジト言うな、人のバーをアジトに勝手に使うからね。ミレニアムタワーの裏のバッカス、そこのマスターならアレスの場所知ってると思うわ。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。じゃあユミの場所を知ってる人がその妹の水木って人だから、その水木のお店の場所をね教えてもらいにバッカスに行きましょう。そこの気流ちゃん止まりなさい。出た。ち、兄さんの見回りか。俺から逃げられへんで。早速キリュウちゃんの荷物チェックや。はよ出さんかい。ほらさっさと見せんか。わかったよ。ほら今度武器持ってきましたからね、戦いますよ。アウト、アウト。あかんでキリュウちゃん、武器を持っとるやないか。カジキ砲見つかっちまったか。俺のカジキ砲が見つかっちゃった。キリュウちゃんあかんな。天下の往来で来ない危険な物持って何する気やったん。これはおまわりさんの俺としては取り締まりせな筋が通らんわな。ん、何あんた、まさか初めからそのつもりで。言うたやろキリュウちゃん、筋が通っとったら喧嘩買うてもらおうって。クソ仕方ね、来い。マジマ巡査、あ、バット使うのか。いけ。そうか、ちょっとずつ強くなってくのか。それおまわりさん手にかけちゃった。ち、ついつい乗せられて熱くなっちまった。こんな喧嘩をしたのは久々だぜ。せや、少しは昔のお前を取り戻してきたみたいやな。まあこれで技をね、どんどん思い出して元の堂島の竜に戻っていくってことか。え、まだやんの。あ、そうか、本当に 100% 堂島の竜になったらちゃんと正式に戦いたいと。この先ずっと出てくんのか。兄さんのおかげでかつての俺を取り戻しつつあるのは事実だ。戦いは避けられないのかもしれねえ。とはいえこれから武器を持ち歩くときは兄さんに見つからねえようにしないとな。開いてるな。なんてこった。ああ、マスター、誰だ。お前は何があった。私が来たらみんな、もう。何しにここに。お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は。とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない。あれだけのことがあったんだ、
とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。え、久慈さんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。さっきもらったけどね。安心した。さっきまで持っていませんでしたからね、この人。どうした？お、ワンちゃん。うわっ。こいつら。やめてよ。よし、待ってな。あいつらミンチにしてやるよ。あれ？それ。よちゃん、おい、大丈夫かよ。いい声で泣け。何？あんた。俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ。お前らは。そう。それっぽっちで足りんの？運が悪いのはおっさんの方だよ。誰が運が悪かったって？なんなんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か。お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ。キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。犬を助けろ。どうやって？コインロッカーの鍵。今それどこじゃないんだよ。おじさん、何か食べ物。この子死んじゃうよ。あ、なんか持ってたっけ。あ、弁当ダメか。ドッグフード？これ使えるか？うん。散々探し回っちゃった。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。というわけでね、キリュウさんも子を持つようになってしまいましたね。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分、手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？
私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。なんだって？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。つまり、はるかを安全な場所へ。どう見ても不審者なんだよな。これ職質受けない？誰だ？伊達さんか。そっちの調子はどうだ？セレナに行けたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまった。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、分かった。この状態でエンカウントすんのかな。職質受けないと、セレナに行きゃいいんだな。ちょっと待てお前。およさん、悪いんだけど殴らせてくんないかな。なんでだよ。理不尽極まりないね。はるかどこ行った？あ、いたいたいた。ここにちゃんと横にしてるわ。じゃあ遠慮なく。邪魔すんな。おい、おめえ、偉そうに歩いてんじゃねえよ。偉そうに見える？二度と顔を見せるな。レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。よく見ただけで分かったな。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。アジトです。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？置いてきちゃった。この子のこと？あ、ついてきたんか。よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん。すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？つまり瑞希は。お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ、ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。
今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？ハルカちゃん。うん、だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ。他にどうしようもねえな。よし、じゃあハルカと一緒にアレスへ向かうか。人に100回話しかけるって今出たけど、犬も含まれるんだ。おじさん、すぐにアレスに行く？どうすっかな。行く行く。ああ、出発しよう。じゃあ行こう。ミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとかな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。あ、ゼロの話か。この町にいろんな思い出があるんだね。まあね。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ったな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまん。おまわりさんがいるな。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？やっぱそうきたか。え、どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？そうです。ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ、身分証明できるもんある？ないね。いや、ない。身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど署まで来てくれる？まずいな。ダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻されちゃう。そうか。まあその辺も署でゆっくりね。ほら行くぞ。逃げよう。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。いや別に。なんで逃げようとするんだね。ああ、くそ、どうする。そこまで。あんじゃねえ。おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。さりげなくディスったな。もういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。やかましいわ。もういいですか？ああ、いいよ。なかなか役者だね。最初から言ってほしかったな。君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。
シリーズおなじみのミレニアムタワー、よく爆破されるミレニアムタワーだね。ここだよ、おじさん。ミレニアムタワーってやっぱモデルあれかな。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいなお母さん。そんなに高いとこにお店開いたんだ。そういや、さっき警官に呼び止められたとき、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。おかしくはあるね。女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし、なるんだよな。俺もいつの間にか、そんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも、小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。この子ね、後にアイドルになるんですよ。信じらんないでしょ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ、秘密のコマンドか。驚いたな、暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。なるほど。お店の自慢の一つだって。じゃあ選ばれた人しか来れないんだ。60階か。まだ回転したてだっけ。あ、お城みたい。あ、最上階にこんな店があるとはな。メッセージ飛ばしちゃった。あ、いた。おじさん、こっちだよ。これ水木の写真か。これが水木か。確かにレーナが言っていた通り、ユミにどことなく似ている感じもするが。そして胸元に見えるのが例の花模様の入れ墨か。ユミの妹にしては妙に洗練されすぎた感じの女だな。レーナはユミ自身妹の存在を知らないと言っていたが、本当にこの女はユミの妹なのだろうか。今とにかくこの女を見つけ出して直接話を聞くしかないな。ハルカ、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。これは？でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。どうして？ん？何？どうやって来たこいつ。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。こいつ。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林今の。林か。噂はよう聞いてます。近江が来たってことはあいつの差し金か。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。だな。俺を狙ってるんだろう。いや、
こんな時に。電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯の女。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。水木か。ああ、そうか。お前らも由美と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子渡したってな。断る。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。殺せると思ってんのか。ずいぶん気が早えな。はあ、俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。一対一じゃないんだ。遠慮なく言ったれや。さて、周りから潰してこう。離せ。いて。いて。くっさ。しこれ使えばいい。よし。お前がアホだ。めちゃくちゃ時間かかった。おじさん、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。あ、これまた過去か。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？悪い顔してんな。ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。こいつやってますね。いくらだ？3000万。そんな話あるわけねえじゃん。用意できますか？錦。
うん、組長さん。松重。そこ真似して何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえ。ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。この野郎錦、そりゃ闇に落ちるよな。あ、サイの河原、懐かしい。じゃあユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。誰だ。ごめんなさい、キリュウちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか。シンジか。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何。あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ。信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。得意げに言ったな。風間さん生きてたんだね。よかった。出かけるの。私も行く。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。あ、ここで行くのか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。やつはそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、ハルカのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。ってことは一人で行くのか。じゃあいい時間なので今回はここまで。じゃあ次回はね、情報集めにサイの河原へ向かいます。お、なんか光ってんな。ロッカーの鍵か。やっぱロッカーの鍵か。では、ご視聴ありがとうございました。